落ちます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 。あ、ちょっと落ちすぎた。あ、ここね。よし、またあのおっさんだよ。怒りをあげて。おじさん久しぶり。重力嵐の向こう側の調査頑張ってる？時は満ちた、とうとう来たぞ。待ちに待ったこの時が。どうした、中二病再発したか？ん、何のこと？決まってるだろ、重力嵐の向こう側には別の世界がある。その事実を町の住民たちに証明する、その時が来たのだ。この前写真を見せても信じてもらえなかったのに。妙案があるんだ。実はな、少し前にネビーにやられて壊れたグルゴを拾ってな、適当に叩いたが治ったから、そいつに新しい重力嵐に放り込んでやったんだ。グリゴには自分が見た映像を記録する機能があるからな。あとはお前さんに向こう側からグリゴを回収してきてもらえば。なるほど、証拠の映像が手に入るってわけで。そういうことだ。じゃあ準備するぞ、調査開始だ。ああ、まあ証拠、まあ写真より映像の方がね、証拠としてはね説得力があるからね。けど壊れたグリゴを放り込んで、それは罪に問われないのだろうか。ディラ、ここがグリゴを放り込んだ重力嵐だ。おっと、これを忘れずにな、いつものやつね。ラブソーは、この通信機はグリゴに仕込んだ発信機に反応するよう改造してある。こいつなかなか器用だよね。こいつの反応を確かめながらグリゴを探してくれ。その情熱と行動力、他のことに使えばいいのに。アキー、ではカゴを下ろすぞ。はい、下へ参ります。ここどこよ。はい、そしてね、あの別の世界に、私はこれから行くわけですが、あーあーあーあああ出た、この謎の丸いやつ、丸いやつ、この丸いやつは何なんだろうね。溶岩っぽいけどね、見た目はね。おお、着いたよ。あれ、これあれじゃないの、採掘場じゃん。どうだ、無事に着いたか。あれ、ここってなんだ、また知ってる場所か。うん、バンガの重力嵐からつながっていた採掘場、来たことあるよ。ピーンピーン、ん、通信機からなんか音がするけど。ああ、俺が仕込んだ発信機に反応している音だ。反応が強い方に進んでくれ、きっと見つかるはずだ。わかった、行ってみるね。もうセンサーというか何かを示してるけどね。あ、これは何？あ、ネビーか。あ、ここ？ちょっと当たってる。どうした？グリゴを見つけたか？やっと。それが公園のベンチを見つけたんだけど。おじさん、グリゴ以外のものも、グリゴ以外のものもまた投げ込んだの？はあ、それはな、お前さんが座って休めるようにと投げ込んでおいた。それはいいんだけど、ベンチから反応が出てるみたいなんだよね。そうか、そいつはしまったな。投げ込んだもの全てに発信機をつけたのを忘れていた、バーカー。イブイボーイ、ちょっと、それじゃグリコだけを探せないじゃない。とりあえず反応したものを順に見つけていけば、そのうちグリコにたどり着けるはずだ。イブ、何それ、もう余計な手間を増やさないでよ。
全くですわ。このなんだろう、向いた方向に何かがありそうよね。こっちの方かな。あれはアンテナ？あ、壊すぞ。よし。次はこの辺かな。あ、こっちだね。こっちにあるね、反応が。あれ？さっきあったんだけど。ここか。うわー、なんか変なのいるよ。いて。じゃあここじゃないところ、別にこいつら倒す必要ないもんな。まあ一応倒しとくか、邪魔なし。よし。あ、そっか、やっぱ反応消さないといけないのか。わー、あったね。どんだけ投げ込んだの。木箱？マジかよ。ネビーもいるし、なんか。よし、これで OK かな。次の反応は、あ、こっちにありそう。なんだろう、あれは。どうした、また何か見つけたのか。変な重力嵐を見つけた。反応はそこから来てるみたい。とりあえず近づいて様子を見てみる。大丈夫これ。間違いない。この重力嵐の中から反応が来てる。グリゴはその向こう側にいるということか。ここまで来て手ぶらで帰りたくないし、向こう側に行ってみる。ありがたいが、くれぐれも気をつけてくれよ。危険なことがあったら連絡するんだぞ。すぐに帰りのカゴを下ろせるよう準備をしておくからな。わかった。よろしくね。飛び込みますか。これ帰れるんだよね。大丈夫だよね。おお。アドロンイブ。あ、重力嵐が消えちゃった。大丈夫。あんたの位置はわかる。おじさんの声聞こえにくいよ。重力波の影響、音声が飛ぶな。周りに何か変わったあるか。ここはいつもの採掘場とは違う感じがする。重力鉱物なんかは近くにたくさんあるよ。鉱物を集めて違いを確かめ。とりあえず採掘してみる。採掘するのかい。すごい、上質な原石がたくさん。バンガの採掘でもこんないいものは見たことないかも。誰にも荒らされ未開の地下、純度の高い鉱物が。グリゴは見当たらか。探知機に反応は。近くには見当たらないや。とりあえず
通信機の探知機能で反応を追ってみるね。了解。気をつけ、くれ。で、反応はある。あるけど、ちょっと、どうせならね、採掘しておきたいじゃない？すごいいっぱい手に入るんだけど。こっちにあるみたいだね。コンテナ？あ、重くなる力ね。あ、これでよかった。うわ、なんか敵も出てきたんだけど。あ、これあれか、あの歩いていくだけで敵、あの好物が割れるというとてもいい仕様ですね。嬉しい仕様ですね。重たいからね。太ったわけじゃないんだけどね。よし、センサー反応しないな。一応好物嗅ぎながらいて、鉱物嗅ぎながらいろいろ見てはいるんだけど、ここの鉱物すげえ早い。ちょっと微妙に反応したりするんだけど、危ない。この辺にあんのかな。あ、あれ、さっき反応があったんだけど、こっちか。うわ、なんかいっぱいいるけど、ネビー。あ、グリゴ発見。グリゴを見つけたけど、ネビーに囲まれてる。このまま戦ったらグリゴを巻き込んで壊しちゃうかも。なんとかグリゴを助け、方法は、グリゴを助ける方法、何か何か考えてみる。刺激しないように倒す、どういうこと。うわー、なんか刺激しないようにってこういうことでしょ。遠距離射撃ですね。あとないかな。あるあるある。これで余裕だね。ちょ、よし、オッケーじゃない。やった、グリゴを助けたよ。よくやった。持ち帰れば証拠が手に。でもこのグリゴ、さっきから全然動かないけど。適当に蹴って、前もそうやって修理、いやブラウン化のテレビじゃねえんだからさ。蹴っ飛ばせばいいのね。それなら私にもできる。嘘でしょ。あ、ちょっと待って。大丈夫？これ大丈夫なの？これ。ほ。いや。て。いや。あ、ん？あ、重力嵐。おーおーおー、あら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 。猫バス並みの鳴き方。はっ、そうか、突然重力嵐が発生して、私、ここは
また別の場所に飛ばされちゃったってこと？おじさん、こっちの位置わかる？反応がないね。あれ？通信機がない。ダスティ、ねえダスティ、これってもしかしてあまりいい状況じゃない？みーちゃーん、やっぱりそうなんだ。これからどうしよう。ん？今何か聞こえなかった？え？てか同じような世界がたくさんあるんだね。特にこの遺跡だけど、なんか人為的に作られたようなものあるけどね、後から。え？うわー、あ、グリゴもいるよ。やばいやばい、怪獣を発見。駆除します。イブ、ちょっと静かに。ね、ネビが起きちゃうから。住民の皆様、危険ですので避難をしてください。やばいってそれは。あー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 あああー、もう手間かけさせるんだから、こうなったらやるしかないや。行くよダスティ。ミャン、かわいい。これでね。あー強い、あー強い、あー強い。お、あ、ちょっと早かったな。あれ、ちょ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 、行ったで。あれ、あ、向き向き、あ、かすっただけ。行け、おっしゃー、割ったね。よし、消えた。なんとか倒した。でもこのままじゃ帰れないし、これからどうしよう。ねえグリコ、何かいい方法ないかな。って言っても無理か。無言やめ、無言やめ。要救助者と認識、救助信号を発信します。え、おお、これはもしや。そんな都合のいいことある？あ、あ、ゲージの中に通信機。おじさん、聞こえますか？おお、無事じゃってか。うん、なんとかね。重力波の干渉が消えたのか、通信がよく聞こえるな。あんたからの通信が途絶えた後、救難信号が届いたからな。大急ぎでその地点にカゴを下ろしたが、ぴったりだったようだな。やっと。そうなんだけど、ぴったりすぎたというか、降りてきたカゴにグリゴが押しつぶされて爆発しちゃった。な、なんだと。おじさんの野望達成まであとちょっとだったのに、ごめんなさい。いや、残念ながら仕方ない。人の命の方が大事だ。さあカゴに乗ってくれ、引き上げるぞ。はい、
戻りましょう。上へ参ります。ダスティ、ダス、ダスティ消えた。証拠の映像はどうした？それさえも嘘だったのか？付き合いきれん。それはグリゴが尊い犠牲になってしまったからで。ね、信じて。おじさんが言ってるのは本当のことなの。はあ、呆れて物が言えないわ。そんな、あのお姉さんみたいな人、桜って言うんでしょ？よく知ってるね。あんな大人にはなっちゃダメだよ。ああ。こりゃ参ったぜ。なおじさん。やはり証拠がなければ誰も信じてはくれんか。おじさん。だが今回も多くの新たな発見があった。俺は諦めない。俺は重力嵐の向こう側を調べ続ける。それが俺の人生に定められた、定められた宿命だからな。おじさん、これが重力嵐に見せかけた男の執念と生き様。でもさ、実はおじさんのやってることって重力嵐にゴミを捨ててるだけだよね。うん、ダスティ正解。おお、アンチューンの攻撃力が上がる。あ、まあはい、じゃあ終了。はいはい、なんかすごい、まあありきたりなオチで終わってしまったけど、じゃあ今日はこの辺で終わりにしますかね。こんな下にも街ってあるんだ。はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。なんか反応出たね。はい、ありがとうございました。